今回はイームズシェルチェアの生地張りについてと張り替えについてです。昔からイームズシェルチェアにはアブホルスターという仕様があります。プラスチックのシェルチェアの上にウレタンを貼って、そこに生地を貼りモールをつけたという仕様ですね。この生地張り仕様なんですが、ヴィンテージ品となると長い年月が経っているため、生地やウレタンがダメになっているケースがほとんどです。一見綺麗な生地張りのヴィンテージ品でも、座っているとですね、ウレタン自体は潰れちゃうので、クッション性はなくなってしまいます。そして生地がボロボロになってしまったら、まあそのまま使うには見た目にも見苦しいので、まあ張り替えた方がいいわけなんです。張り替えるとなると、まあ元々の生地を全部剥がしてウレタンも取ります。でそこに同じようなウレタンを新品をくっつけて、同じような生地をまあ貼れば貼り替えにはなりますが、ここで重要になるのはこの縁のモールについてです。このモールの部分ですが、本来はちゃんと縫い合わせられているものなんですよ。このモールを貫通して糸を刺してこの生地と縫い合わせると、これが本来のものなので、貼り替える際にも同じようにするのが理想です。今この動画に映っているこのモールは新品のものを使っています。でそれを新たにこう糸を刺して縫い合わせています。シェルチェアの張り替え自体もまあ今はなかなかやれるところが少ないですが、それをやった上でさらにここのモールの部分を縫い合わせるとなるとかなり限られます。まあほとんどないです。日本でできるところは存在はしますけどね。実際うちでもこうやってやってますので、ここを重視するようにしてください。なぜ張り替えをする際にこのモールを重視しなければいけないかという話です。まずこれ、何かというと、ヴィンテージのシェルチェアから剥がした生地だけの状態ですのものです。ご覧いただくと分かる通り、生地とこのモールはちゃんと縫い合わせされてます。これがまずそもそもオリジナルのデザインなわけなんですよ。であるのであれば、張り替えても同じようにするのが一番いいですよね。だからまず張り替えの際にこのモールは縫い合わせた方がいいわけなんです。じゃあ縫い合わせができない場合はどうするかというと、このもともとついてたモールをまたここに付け直して接着するんですよ。で接着しちゃうと何か問題があるかというと、まあ問題とまでは言いませんが、外れるっていうのは見ます。こことかこの辺とかこの辺とか接着ですから外れちゃうっていうことは見かけましたけど、まあまた接着剤流して接着すりゃいいじゃんっていう話ではもありますが、まあ、何よりもですね、接着しちゃうとそのモールの再利用がちょっと難しくなるんですよ。でうちももう昔から張り替えをずっとやってる中で、もともと接着されてたっていう個体はもう何回も何回も持ち込まれて何回も経験してるんですけど、やっぱりもうモールダメになっちゃってます。あと裏の接着剤がはみ出してて見た目でも綺麗じゃなかったりとかですね、どうしても接着はその時はいいんですけど、まあ繰り返しできなくなっちゃうなっていうのは経験してます。でもう一つ、これはもう縫い合わせと若干話それるんですが、モールの再利用についてですよ。今ここにあるのは新品のモールを縫い合わせしてあるものなので、モールも新品になってるわけなんです。でこれがまあ普通は用意できないので再利用するんですけど、そうするとですね、生地やウレタンは新品でもモールはヴィンテージ古いまんまじゃないですか。だからモールの寿命があるんですよ。こういうプラスチックのモールっていうのはブリーディングが起きるっていう問題もあるので、ブリーディング、ちょっと説明難しいですね。触るとなんかすごくベタつくみたいなことがあるはずなんですよ、古いものだと。それ起きてるともう直せないので、拭いても取れるとかじゃないんですよ。それがまあブリーディングなんですけど、せっかくいい生地に貼り替えてもそういう状態になっちゃったものはもう触ったりするともう手についちゃうので、まあちょっと使いづらい状態になっちゃうんです。なのでこのモールに関してはまあ変えちゃって新品に縫い合わせるのが一番いいなと。正直貼り替えせっかくするんだったらもう全部変えちゃった方が長持ちします。ということでシェルチェアの張り替えについての話でした。まあ参考程度に聞いてもらえればいいと思います。今回の話はやっぱりできないものはできないっていうことがあるので、今ここでモール新品に変えて縫い合わせるのが一番いいんだと、
じゃあそれを自分もやりたい、でもやれるところがないっていうんだったらもうしょうがない話ですからね。でも自分が張り替えたい、どうしても張り替えたいし、いい状態にしたいんだっていうんだったらもうこうした方がいいですね。だから何でもそうですけど、ちゃんと詳しい人とかに相談できるようになっておくといいと思います。重要なのはインターネットで書いてある情報だけじゃなくて、まあ経験ですよね。こういう張り替えについてとかいろいろ経験してないと、まあ、分かんないことも多いです。ということで参考にしてください。では。